11世はオウシ座の方角、地球からおよそ150光年離れた場所にある白色矮星である。1961年、アロトルイテンが白色矮星の候補星としてオウシ座分子雲内で発見し、彼らの白色矮星候補カタログの76番目であったので、二人の頭文字とオウシ座にあることを加えて H L タ T 76と呼ばれた。1968年。 ランドルトが同じ場所にある星を観測したところ、変更していることを発見し、変更周期は約12.5分と推定されると発表した。そして、変更性の命名規則に従って、オウシザ V411 星と名付けられた。その後、この星が白色外星であることは確実となり、変更する白色外星が発見された最初の例となった。 マクドナルド天文台の二百八センチメートル望遠鏡による高速速攻観測で、オウシ座 v 四百十一星の高度曲線は、制限曲線とはだいぶ異なり、十二点五分以外の変更周期があるらしいことがわかった。また、変更周期は理論的に予測される白色矮星の脈動変更周期よりも長く、色指数の測定から半径が変化しているように、 見えないこともあり、非同型振動によって変更していると考えられるようになった。このような変更の特徴を示す白色矮星は、クジラザダブルゼータ型あるいはデブと呼ばれる。1996年と1999年には、世界各地の望遠鏡がリレーして切れ目なく、連続観測する全地球望遠鏡の優先目標となり、計18日間に及ぶ、 キャンペーン観測を行った結果、非常に細かい振動周期まで分析できるようになり、380秒から1390秒までの間で43通りの異なる振動周期が存在することが分かった。ありがとうございます。